今回はね、3万円の格安スマホ、リアルミーの X2 でね、撮影した写真と動画を紹介していきたいと思います。はい、今回はね、3万円のスマートフォン、リアルミーの X2 のね、写真と動画をね、見ていきましたけれども、まあ、やはりね、まあ、レッドミーもそうですけれども、まあ、リアルミーもね、そうなんですけれども、やはりね、このぐらいのもう世界レベルのね、格安スマホになると、まあ、カメラアプリのね、まあ、チューニングといいますか、出来が良くてですね、非常に綺麗にね、映るという印象です。動画もね、綺麗なんですけれども、あとね、手ブレ補正も通常の状態でもね、かなり手ブレ補正が効きます。さらにですね、まあ、アクションカムレベルのね、手ブレ補正ということで、まあ、超安定化のね、さらに手ブレ補正が効くモードがありますけれども、まあ、それもね、結構効きます。ただ、歩いてるぐらいだとね、あんまりこう差がわからないというか、やはりね、もっとこう激しい揺れじゃないと、もう効果がね、わからないのかなというふうに思います。はい、あとインカメラなんですけれども、このインカメラがですね、まあ、3200万画素のインカメラになっているんですけれども、まあね、上位モデルの X2 Pro よりも画素数が高いね、インカメラを積んでいまして、公式のね、ホームページのところになんか、まあ、手ブレ補正があるようなことが書いてあるんですけれども、そんなことでね、インカメラでの動画撮影ね、やってみましたけれども、
見た感じはですね、やはりね、手ぶれ補正が効いてるような感じですよね。結構歩くぐらいのね、振動はきれいに消えてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただですね、フォーカスが、合わないと言いますかね、あまりこう遠くに合わないんですよね。まあ、インカメラということで、比較的近いところにフォーカスが合うような感じになっていて、あまりこう全体的にね、フォーカスが合うという感じじゃなくて、映像を見てもらえば分かりますけれども、ちょっとこうね、ピントが合ってないような感じです。ただ実際こうね、自分を入れてやれば、自分の顔にはね、しっかりピントが合っていますので、やはりね、自撮りという部分での動画ではかなり使えるんじゃないかなと思います。はい、今回はね、Realme X2 のカメラ性能をね、見ていきましたけれども、3万円というね、価格を考えれば、がっかりすることはないんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。